2月12日に秋田県で開催された第62回冬季国体バイアスロンスプリット競技で、阿蘇市出身の井野達也氏が優勝し、佐藤市長へ表敬訪問しました。バイアスロンやりたい隊員が集まりまして、でその姿っていうんですかね、あのクロスカントリーの 2P、 あのウェアありますよね、あれに銃を、まあ、あの背中に背負って、はい、その姿にこうこれかっこいいなって憧れまして、ちょうど私の3つか4つぐらいの先輩がそのバイアスロン競技をやってまして、でその先輩が、まあ、訓練からあの帰ってくる時のその姿に、まあ、憧れを持ちまして、あかっこいいなと、で私も やりたいなということでやり始めた。夏場は出身地の阿蘇市山田近辺を走ったり、アゼリア21で泳いだりして体を鍛え、冬場は県外での合宿に参加したり、九十のスキー場で登りの練習をしているそうです。次回の冬季国体での活躍が楽しみです。